長渕剛さんですかやりたいからやったそれでいいじゃないか、うん、これすごくいいですねやっぱりミュージシャンってその決められた短いメロディーの中にいろんな思いを短い言葉で埋め込むのってすごく得意ですよねやっぱりそうやって絞り出したのが一曲のまあ名曲になっているのかなと思いますし一節の歌詞になっていてでサビのところにそれがブレイクしてね みんなで拳を上げて声を張り上げるのかなとやっぱいいっすね音楽っていうのはねいやでもねちょっと気になるのは中渕剛さんって薬物で捕まってるんですよかつてだからそこで「中渕さんなんで薬物なんってやったんですかどうしたんですかなんか事情があったんですかやりたいからやったそれでいいじゃないか」<laughs> ってなるとなかなか面白いですね <laughs> まあそんなことはないと思うんですけどねはいそれでですね中渕剛さんといえばえ実は最近ねうんまあ北海道の土地日本の土地が 中国人にどんどんね、買われていて、とてつもなく危険な状態になってるのを憂慮してですね、全国ツアーであらゆるところで、この国を外国人に売り渡すんじゃねえみたいなことを言ってるんですよね。全くその通りですよ。こんなシンプルなことなのに、なんでね、販売許可を出しちゃうのかなと。目先の銭欲しさなのかといえば、 うん、土地を売る人にとってみたらね背に腹は変えられないってことなんかもしれませんけども、まあ、それはちょっとね外国人が簡単に買えないような仕組みを作っていただいて、えー、北海道の土地なんてねあの水源とかを奪わわれてるわけなんですよ人によっては水源を取ったところでじゃあそれをいや一体どういうふうにするんですかってことになりますけども水源に毒入れたりとかね別にその核ミサイル撃たなくたってこの水源を汚染して台無しにしますよって言われたら やっぱり話聞かない,といけんなってなりますからね怖いことですよやっぱり昔その水俣病とか痛々病ってあってあれは結局水が汚染されていてその水を飲んだからこそ原因不明の病にかかったみたいなことがありましたからねあれを今度人為的に起こすことって結構可能なんですよでもコスト非常に安いですしねで得られる効果というのは高いわけですよだからそういうふうに想像力を働かせると 簡単に私たちがもともとに刃を突き続けられてるのっていうのがわかるんじゃないかなと思うんですよ。だからやっぱね頭を使うことですよね少しは。ほんと少しでいいんでほんの少しですよ。うんほんの少しね。うんなんかこたつの上にあるみかんを右手で取ろうか左手で取ろうかって考えるぐらいの少しの頭を使えば分かることばかりですよね。で 表現をすごくシンプルにしてくださっていれば、まあストレートに受け取れるし、そういうもんじゃないかなと思いますけどね。まあ今回は、まあ、名言というよりも話題になったキーワードで、長渕剛さんがそういうふうに発言したのをね、うん、様々なところで応援する人がいると。まあ中にはね、うん、外国人勝ったっていいじゃないかみたいなね、まあまさに売国度もいるわけですけども。 大日本帝国をねなんとこれるのかと思いますよね。格の低い民族にこの土地を売る必要はないなと思うのをまた <laughs> 優勝劣敗民族主義の私の心にある危ない考えなんですよね、うん。まあ土地はねあんまり売らない方がいいかなと思いますよね。ちょっとあんまり売らない方がいいっていうのをあんまりをちょっと超えてるんでね。そんなほとんどの土地が外国の所有物になってしまったら。 その土地に高い宿を建てて、中でね、何が行われても分かんないから、それこそ原子力発電所をね作られちゃったりするわけですよ。うんまあ、何が起こるんでしょうね。不吉でございます、ね。それじゃあいってらっしゃい。